皆さんこんにちは、ハリースピリッツです。今日はこちらのフラソリティの名刺入れを紹介していきたいと思います。フラソリティは国内の有名ブランドの OEM として約70年近く、ジャパンクオリティを支え続けてきた職人集団になります。その生産ノウハウと技術力を全てつぎ込んで、どこにも真似できないような製品を生み出したいという思いから、こちらのフラソリティというブランドが生まれました。そのフラソリティの名刺入れなんですけれども、今まではコードバンの顔料染めという、素材を使っておりました。でそれから、ホーミー社のシェルコードバンというちょっとこうランクが上がり、だいぶ上がりまして、それの染料染めのコードバンを使っております。形は今までと変わらず、たくさん今ちょっと入れてるんですが、50枚収納可能な名刺入れです。で、コードバンについてちょっとご説明をしていこうと思うんですが、コードバンは革のダイヤモンドと呼ばれる馬のお尻の革になります。1頭分のお馬さんから取れる分量が、これの名刺入れ4つ分くらいにしかならないんです。でこのシェルコードバンは一般的なコードバンと何が違うのかと言いますと、オイルをたくさん含んでおりますので、すごくこうつるっとしたツヤがあります。そしてこれが染料で染めているので、深みとこう革の風合いが特徴的です。では機能面について説明をしていきたいと思います。今実際に私の名刺を入れておりまして、こちらが収納が50枚入るタイプになります。外側はコードバンで張りと美しいツヤを演出しておりまして、内側は牛革のヌメ革を使用しております。無染色なので、名刺入れの、印刷部分にこう色移りだったりとかの悪さをしないので、すごくこれは機能面でも考えられています。こちらの名刺入れのポイントは実はこのマチにございます。ちょっと名刺を抜きますね。一般的な名刺入れのマチと比べてすごくこう細かいので、名刺の引っかかりがありません。どうしても内側に大きく入っているマチだと名刺が引っかかってしまったりとか、それによってこう端が折れてしまったりっていうことがあるんですけれども、こちらはたっぷり収納できる上に名刺を傷めないという機能性がございます。あとこういう細かいマチをつけることによって、こう伸縮性がすごく高いんですね。なので少ない名刺の容量でもかなり薄くなってくれるので、すごく綺麗な形をいつまでもキープすることができます。はい、上質なコードバンの雰囲気に合うように、すごくシンプルで王道な形の名刺入れになっております。フラソリティの名刺入れいかがでしたでしょうか。今までの顔料染めのコードバンとは違って、こちらすごくエイジングを楽しんでいただけるツヤがとても綺麗なシェルコードバンなので、持ってて本当にこう魅力的な名刺入れです。商品ページを概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも見てみてください。はい、これからも素敵な商品を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。